皆さんこんにちは。今日はね、午後から雨という予報で、どこに行っても人がいっぱいいて、なんだか気分が憂鬱です。なので近所のお山登りたいと思ってやってまいりました。形から入るタイプなので服装はバッチリですよ。しっかりトレッキングや登山ができるような格好でやってまいりました。まずはお気に入りのサンドイッチ屋さんでサンドイッチを買っていきたいと思います。お気に入りのサンドイッチ屋さんはこちらです。ちょっとね、外で並んでる待ってくる方がいるんですよ。お昼時とかお休みの日はちょっと混んでます。こちら今はレストランやってないんですが、サンドイッチは売っています。買っていきましょう。登山口に到着いたしました。右手には大光院というお寺があります。子育てどんりゅう様で有名なので、今日もね、お宮参りの方いらっしゃってましたよ。では行きたいと思います。緑が綺麗よ。天気は良くないけどね、もう運動不足でブク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 太っていくので、ちょっとでも歩こうと思ってやってきましたよ。上かな、ハイキングコース。桜の木もあるから、春は桜咲いてるだろうし、もみじもあるから秋は紅葉も綺麗でしょうね。階段がなくなって急になってきましたよ。はあ、もう疲れた。はあ、サンドイッチ食べたい。疲れた、もう疲れたよ、私疲れたよ。ブクブク太った私には金山もきつうございました。疲れた。あと1キロ登ってきた山道は500メートル。東屋がありました。東屋過ぎるとまた上りのようです。ちょっと給水タイムしたいと思います。タイム終わり。ここから来ました。今ここです。目指しているのはここです。まだまだでした。今3分の1来たか来ないかぐらいですね。行こう。おや、右に行っても左に行っても同じ400メートルで展望台。左で。登り切ったかな。どうかな。なんちゃら神社、あそこか。
400m、展望台は 300m、 とりあえず展望台の方を目指しております。ちょっとゴツゴツ、よいしょ、はいで、お、何ここ、なんかちょっと平ら、よいしょ、なんだ、わからないです。展望台っていうんですかね、駐車場着いたのでちょっと寄り道しましょう。てれってれー、よいしょよいしょよいしょ、霞んでます、見事に霞んでおります。あと 0.6 キロです。あ、逆光で見えるかな、暗いね。ここまで来たらね、いろんな人が歩いております。上の駐車場から歩く方はいっぱいいるみたいですね。ツツジ、サツキ、サツキ、ツツジいっぱい咲いてて綺麗ですね。新緑と赤いのがとっても素敵です。綺麗な青いの、お、蜂もいる、ブンブンブン、クマンバチ、黒いでっかいやつね。景色がいい、晴れていればなおいい。なんだなんだなんだ、うん、よくわかりません。あんな小さなお子様まで歩いてるのに私はゼーゼーしております。でここね、お城の跡地ですね。石垣とか昔の人が作ったんだからすごいね。疲れた。歴史に興味ある方はもっと楽しいんでしょうけど、歴史よくわからないのです。まあ歩くのは好きなのでいいんですが、もうちょっと歴史の勉強もしてみようかな。よいしょ、これか、この石か。あそこのね、物見台に向かって歩いております。はい、登りましたよ。景色はというと、微妙。こっちも微妙、やっぱり青空がいいですね。おお、見えますか、ここ、ほら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 、イエーイ、つーかまえた。歩け、頑張れ、お、ほら、ニニニニニ、ダンスダンスダンシング、かわいい。捕まえちゃったらダメだからね。どうぞ。いけいけ、月のいけ。お、いっぱいいっぱいいるよ、ちっちゃい。鯉、金魚、鯉かな。いっぱいいる。
あ、やってまいりましたよ。ほら、ちょっとお城っぽくない？お城、なんだろうな、お城っぽいというか、なんていうか、石垣いっぱい。ちょっと雰囲気が。今ここね、石垣がいっぱい見えてたとこね、奥にもあるんだね。木の池、そこは井戸だったっぽいね。向こうも井戸だったっぽいね。真っ赤か。今でも真っ赤ということはもみじでなくカエデですか。植物もあまりよくわからない私。やってまいりましたよ。ここが頂上になるかな。くったびれた。で、本当ならね、ここですよ、ここ。ここからの景色が最高なんですが、ほら見てください。右の方に富士山も見えて、東京方面の方にスカイツリーが見えてるんです。うん、全く分かりません。では、待ちに待ったサンドイッチいただきましょうね。ツナサンド、ミックスサンド、野菜サンド。お腹が鳴った。グーだって。食べ過ぎ？ミックスサンドはお持ち帰り。いただきます。うまい。ツナサンド初めて食べます。豆屋さんのツナサンド。おいしい。サンドイッチも食べ終わって、もうちょっと歩きます。着きました。見えますかね。パラパラ雨が降ってまいりました。お天気予報が当たるようです。土砂降りにならないといいんですが、急いで山を下ろうと思います。ではまた。
戻ってまいりました。駐車場、雨が冷たいよ。寒い、冷たい、大変。アスファルトも濡れております。急げということでですね、本日は近所のお山を登ってみましたよ。ほけちょー、しっかりお山に登ってまいりましたが、エガちゃんが悪い。帰り道にね、モスバーガーがあるんです。これ飲んでみたかったんです。よく混ぜ混ぜしてね、ほろ苦抹茶シェイクと。私はモスではね、チキンバーガーしか食べたことがなかったんです。チキンバーガーがお気に入りだったんです。あ、食べたことがないというわけではないな、何種類か食べたけどチキンバーガーが好きなんです。でもエガチャンネルでね、照り焼きチキンバーガー食べてたのを見てしまいました。私も初照り焼きチキンバーガーです。そしてこれはモスチキン、外はカリカリ、中はジューシー、美味しいんですよね。というわけで食べちゃいまーす。エガちゃんが悪いのよ、私のせいじゃない。混ぜね、おりゃー、混ぜ。よいしょ、まあいいか、ちょっと我慢できないからね。よいしょ、いただきます。あー、うん、おいしい、濃いめの抹茶、いい感じです。チキン、うん、サクサク、うん。